辻野と申します。よろしくお願いいたします。このイベントですね、 TEDx ということで、X がキーワードというか、キーレターになってますけども、私もアレックスっていう X がですね、非常に重要な、X に思いを込めた会社を起こしまして、活動しておりますけども、今日は私がやってることも含めてですね、少し普段私が考えていることをお話しさせていただきたいと思います。ちなみに私が選んだ色は、バラ色の人生でバラでした。女性の方が一番人気があるっていう話でしたけども、私が選んだのバラだったんで非常にラッキーだなと思いましたけど、で、いきなりなんですけども、この 3.11 ですね、3月11日の、大災害で、我々の置かれている状況がですね、本当に、激変したということが言えると思います。ちなみにですね、お話しする前に今日海外の方もたくさんいらっしゃるようですので、あらかじめお断りしておきますけども、今日の私のお話をですね、かなり日本人とか日本ということにですね、偏ったお話をさせていただきますので、海外の方にとっては少しお聞きづらいところもあるかもしれませんけども、自国と置き換えて聞いていただければと思います。で、本当に大変なことが起きてですね、いよいよ、日本も崖っぷちに追い詰められたような感がするわけですけども、私の感覚ではですね、実は、災害があってもなくてもですね、それから2008年のリーマンショックがあってもなくても、一時世界第2の経済大国を誇ったこの我々の国である日本がですね、この20年ぐらいもうゆっくりと時間をかけながらどんどん劣化しているような気がずっとしていたんですね。で、そういう意味で言いますと、それこそピンチはチャンスといいますか、災い転じてということわざもありますけども、今こそですね、嫌が応にもこの災害によってですね、日本人の一人一人が、今までのやり方を変えてですね、何か行動しなければいけないという思いを少なからず皆さん持っておられるんじゃないかと思いますので、そういう意味から言いますと、今こそ我々が一人一人自分のアジェンダで、自分自ら自主的に行動していくということがですね、本当にこの国を立て直せるかどうか、ということにかかっているのではないのかなというふうに思います。で、今日はですね、私本当に朝最初のセッションのお三方のお話を伺っただけでもですね、こちらに伺った会が本当にあったなと思いまして、非常に感動、したんですけども、今朝の第一セッションのお話はですね、宇宙ですとか、それから地球、さっきの地図のお話素晴らしかったですけども、地球全体をですね、俯瞰したお話、ばかりだったんですけども、私がかねて思っておりますのもですね、いわゆるその宇宙から地球を見る目線といいますか、そういうものをですね、我々本当に持たないといけないということを常に思っておりまして、Google に行った時にですね、Google という会社は、常にそういうその宇宙のどっか彼方からですね、地球をこう見据えたような目線を常に持っている会社なんじゃないかなという気がしたことがあったんですけども、今我々の身の回りで起きているいろんな問題ですね、インターネットの発達等によって地球が本当に狭くなってですね、一箇所で起こったことが、もう瞬く間に世界中に波及すると、今いろんなその北アフリカ、あたりでですね、いろんな政変が起きたりしてますけども、そういうことがですね、あっという間に地球全体に広がったり、不況ですとかエネルギー問題、日本で起きた原子力災害とってもですね、もう一国の力をもってしてはですね、到底解決しえないような、もう本当に地球を単位として取り組まないとですね、解決しないような、そんな問題ばかりになっていると思います。そういう意味で言いますと、今日私自身は日本人であることにこだわったお話をしますけども、同時に、地球を構成する、一員であるという意識をですね、本当に常に、持って生きていかなければいけない時代になっているということを、必死と感じるわけです。それから、皆さんもよくお聞きになるクラウドですとか、クラウドコンピューティングという言葉ですけども、このクラウドコンピューティングの概念がですね、現実的なものとなって、あっという間にですね、重要な社会基盤として広まったわけです。で、それによってですね、私の感触では、20世紀の常識だったことがですね、基本的にはもう全て古い概念になって、いろんなところでですね、組み替えが起きているような気がしています。で、
まあ、例えばですね、日本というのは家電ですとか、まあ自動車産業でですね、非常に、まあ強い国だったんですけども、今やですね、まあ、ここに書きましたように、まあ、家電の世界でも自動車の世界でも、あるいはそれ以外の産業界でも、さっき申し上げましたように、まあ、ここで再定義という言葉を使いましたけども、概念の組み替えですとか、プロダクツの設計思想のですね、まあ、転換がですね、どんどん進んでいる、まあ、そういう状況になって、まあ、凄まじい勢いでですね、いろんな各方面で、まあ、新陳代謝がですね、進んでいるのではないのかなと思っております。例えばですね、まあ、家電に関して言いますと、20世紀の、まあ、家電の覇者っていうのは、私もおりました、まあ、ソニー含めて日本勢っていうのは非常に強くて、20世紀のテレビとかですね、20世紀の PC とか20世紀のモバイルとか、まあ、そういうものがあったんですけども、今例えば、そういうものがですね、完全にもう別のものに置き換わって、例えばそこで一番成功したのは、まあ、先日亡くなってしまいましたけども、スティーブ・ジョブズが率いてきたアップルがですね、まあ、家電ですとか IT デバイスの世界を完全に置き換えてですね、まあ、クラウドですとかインターネットと親和性のいい全く新しい概念のものに置き換えて、まあ、ビジネスとしても新しい生態系を作ることによって成功したという事例がありますし、それからまあ Google、 私がいた Google もそうですけども、例えば Android みたいなオープンソースをですね、まあ、開放して、みんな Android を使って携帯も作ればテレビも作るし、パッドみたいなものも作るということで、まあ、クラウドを意識した、全く新しいものにですね、まあ、変わってきてるわけです。で、まあ、こういう話をですね、さっきあらゆる世界で最低限起きているという話をしましたけども、例えば自動車の世界ですね。で、テスラモーターズっていう会社、皆さんご存知かと思いますけども、まあ、テスラモーターズっていうのはですね、まあ、デトロイトで生まれた車の会社ではなくって、シリコンバレーで生まれた、まあ、私は、ちょっと極論ですけども、IT、 動く IT デバイスを開発する、まあ、車会社なんじゃないかというふうに感じました。というのはですね、まあ、Google ですとか eBay ですとか PayPal の人たちが、まあ、作った、まあ、車の会社で、20世紀の車の概念だったガソリン、エンジンで動いて、まあ、人が運転するというのが20世紀の車の概念でしたけども、まあ、Google に至ってはですね、ご存知かと思いますけども、全米をですね、無人走行車を走らせて、まあ、無人走行する、まあ、そういう実験をずっと繰り返してるんですね。というのはですね、まあ、彼らこういうのを冗談でやってるわけでも、暇だからやってるわけでもなくて、そこに投資してるのはですね、まあ、前の Google の CEO のエリック・シュミットなんかは、車がコンピューターの前に発明されたのは歴史的な誤りだとまで言ってるんですね。車っていうのは、まあ、コンピューターが自動制御すれば、事故もなくて渋滞もない、そういう快適な乗り物になるんだというようなことを言って、まあ、そういうことをやってるわけです。ということはですね、さっき家電の世界がもう再定義されて、その中で、まあ、アップルや、Google の存在感が大きくなったという話をしましたけども、まあ、車の世界もですね、今の状況はシリコンバレーの IT リテラシーの高い人たちが、全く別物に置き換えていく可能性があるんじゃないのかなと。それから、まあ、バッテリーで動く、まあ、車という意味ではですね、例えば日本の自動車メーカーなんかですと、まあ、専用の大容量のバッテリーを開発したりするアプローチを、耐久材としてのバッテリーを開発するようなアプローチを取ると思うんですけども、 IT 屋さんですから発想が違っていて、まあ、ご承知のように、皆さんがノートパソコンですとかモバイルなんかで使っているリチウムイオン、汎用のリチウムイオン電池をたくさん集めてきて、それを束にして車を動かすというのは、まあ 消耗材といいますか、消費材としての電池の設計、まあ、そういう全く設計思想が違うということなんですよね。ですから、まあ、ビジネスモデルに至っても、ただ完成車を作って売るという20世紀型のビジネスモデルからですね、おそらく彼らはそういうテクノロジーをライセンスするみたいな、まあ、別のレベニュー源を、まあ、複数確保するみたいなビジネスモデルを、まあ、考えているわけなんで、まあ、全てがですね、20世紀の車の、まあ、産業とはやっぱり変わってくる可能性があるだろうと思います。で、言ってみればですね、まあ、やはりまあ、こういった流れをですね、全体的に俯瞰すると、本当に今まあ、意識しようがしまいが、すごい変化がですね、あらゆるところで起きていると。それで、まあ、できれば我々やっぱりその変化をドライブする、変化を起こす側に立ちたいと思うわけですけども、残念ながら、まあ、インターネット後ですね、ビフォーアフターでいうと、ビフォーはかなり日本勢頑張ってたんですけども、変化を起こす部分において、例えばソニーなんかも、誰も作らなかったようなプロダクツをたくさん生み出して、新しいライフスタイルをどんどん、クリエイトしてた時代があったんですけども、残念ながらその20世紀から21世紀に移って、あるいはインターネットのビフォーアフターで、
まあ、完全なさっき申し上げたような新陳代謝と申しますか、まあ、主役交代がどんどん起きているわけですね。で今 の主軸はさっき申し上げたように、まあ、IT リテラシーの高い、まあ、どちらかというとシリコンバレー中心の流れになっていて、でどんどん変化が加速していると。でやはりですね、ここでもう一回立ち返って、まあ、我々もその変化を起こす側にどんどん回った方がいいのではないかと思いますし、それから、まあ、やっぱり変化っていうのはですね、非常にエキサイティングなものですから、まあ、この変化をですね、楽しんで受け入れて生活をどんどん変えていくような、まあ、そういうマインドセットで、まあ、生活したり仕事するのが大事なのかなということを感じています。でちょっと古めかしい表現ですけど、福沢諭吉がですね、江戸時代から明治時代に生きたことをですね、一心にして二生を振るという言葉を残しておりますけども、まさに今はですね、まあ、一心にして多生を振るといいますか、リスクを恐れずチャレンジすればするだけですね、新しい可能性が開けるような、まあ、そういう非常に恵まれた時代なのではないのかなということを感じています。まあ、皆さんも当たり前になって感じておられないかもしれませんけども、例えば Google 検索も日常になっていたり、あるいは Amazon で買い物をしたりされるのが日常になっていたり、 Facebook でコミュニケーションするのがもう日常になっているかと思いますけども、そういうことっていうのは、まあ、例えば私が若かった、まあ、30年前とか40年前とかありえない話だったわけで、しかも今そういうものがもう手元のスマホといいますかモバイルの環境でエンジョイできるという、そこまでダウンサイズングされて、まあ、クラウドの世界の恩恵を得ているという意味で言うと、まあ、無限のコンピューティングパワーをですね、我々個人がただで好きなだけ使えると、まあ、Google 翻訳なんか使って見られるとお分かりだと思いますけども、世界一の翻訳システムをですね、本当にただで使えるんですよね。まあ、それだけ恵まれた時代に我々が生きているということをやはり改めて認識して、その恩恵をですねやはり得るっていうのは非常に大事だろうと。で、まあ、この写真はですね、まあ、ソニーに私おりましたもん でソニーが昔ですねモルモットというふうに呼ばれてた時代がありまして、それはですね、まあ、ソニーのチャレンジ精神ですね、人がやらないことを、まあ、リスクを恐れずに、まあ、チャレンジして、まあ、新しい価値を生み出すような、まあ、そういうスピリッツをですね、まあ、モルモット精神というような言葉で表現した時代があったんですけども、まあ、私が思うのはですね、まあ、この国がどんどん劣化していくような中で、まあ、いくつかもう一回取り戻さなければいけないようなことがあると思うんですけども、その中の一つがですね、やはりもっともっとですね、リスクを恐れずにチャレンジしていくっていう、それこそモルモット精神というのをですね、今改めて日本人一人一人が、もう一度取り戻すべきなのではないのかなということを普段感じています。例えば最近の若い、まあ、学生さんなんかと交流する機会も多いんですけども、もちろん元気のいい学生さんもたくさんいるんですけども、まあ、世の中全体的にはですね、まあ、男子が草食系と言われたりですね、あんまり留学しなくなったですとか、まあ、チャレンジしない、どちらかというと、まあ、保守的な傾向があるようなことが言われてますけども、まあ、若いっていうことイコールまあ、リスクを恐れないでチャレンジできる、まあ、そういう特権を持ってるということでもあるんで、本当にこれからの時代を作っていく、まあ、それこそ日本を再興していくためには、まあ、若い人たちが本当にどんどん、リスクを恐れずにチャレンジしていくっていうようなことが非常に重要ですし、で我々シニアの世代はですね、そういう、元気のある若者をですね、どんどんその表でも裏でもバックアップしていくということを、世代を超えたコラボレーションですね、日本というのはまたその世代を超えたコラボレーションというのはあんまり上手じゃないので、そういうことをですね積極的にやっていくべきだろうと思っております。まあ、そんなことでじゃあ能書きばっかり言っててもしょうがないなということで、まあさっき申し上げたように私今日あまり時間がないので本当に触りしかお話できてないんですけども、まあ、私が今申し上げたようなことを、まあ、Google からソニーから Google を経て、まあ、ずっと思いが強まってきて、まあ、そういうことを考えているものですから、ただ考えたり言ったりしているだけでは意味がないなということで、さっき一心にして多生を振るというお話もいたしましたけども、まあ、私としては3回目のチャレンジですね。さっき司会の方に最後のって言われましたけど、まだ最後かどうか分かんないんで決めないでほしいんですけど
3度目のチャレンジをこのアレックスという会社を起こしてやってまして、まあ、そこの心をちょっとまとめるとですね、まあ、ここに挙げた4点ぐらいなんですけども、やっぱり今インターネットの時代なので、まあ、日本人がビジネスをやろうと思うとですね、どうしても日本語で当たり前なんですけど、日本人相手に円でビジネスをして、で、まあ、そこでそこそこうまくいったら次アジアに進出するとか、アジアでうまくいったら欧米行きましょうとか、まあ、20世紀的にはそういうアプローチがごくごく自然で合理的で当たり前だったんですけど、まあ、今これだけインターネットが発達して、まあ、インターネットには20億人以上つながっていると言われていて、まあ、その数はどんどん増えてるわけですし、まあ、さっき申し上げた Facebook 一つとってももう今や8億人の人たちがつながってるわけで、まあ、それを日本語でアプローチをするっていうことをやった瞬間にですね、どんなにリーチできても1億2700万人ということになってしまいますから、まあ、やっぱり時代を大きく動かしているクラウドですとかインターネットの本質を捉えようと思うと、まあ、やはり本来でしたら世界の全部の言語で一度に商売をするようなのが本来一番いいと思うんですけども、まあ、少なくとも日本語ではなくて、まあ、世界共通語である例えば英語を使って、まあ、アメリカ人ですと当然最初英語でやるわけなんで、ですから世界にスケール しやすくなるわけですけども、まあ、日本人も同じようなアプローチを取るっていうことがいいのではないのかなと。それからやはり日本でビジネスをやってる限りは円を右から左に動かしてるだけになってしまいますんで、改めてですけど、もともと日本っていう国は外貨を稼いで、まあ、貿易立国といいますか、まあ、そういう部分が非常に重要な国だったわけで、改めてやはり外貨を稼ぐという、まあ、強烈なアプローチをしていく必要があるだろうと思ってます。それから、まあ、昨今の新聞でですね、昨日も今日もパナソニックの話ですとかいろいろ出てますけども、例えばテレビっていうのはもう全く儲からないプロダクツになって、軒並み20世紀の覇者だったそれこそ、パナソニックなんかもう撤退を考え始めてるぐらい のそういう商品になってるんですね。でこれはちょっともう深く話す時間ありませんけども、例えばムーアの法則っていうのがあって、まあ、ハードウェアはどんどん進化するんですけども、まあ、値段はどんどん安くなって、でデジタル化されて参入障壁が下がって、アジアの新興国なんかどんどんキャッチアップして、まあ、下等競争になって、まあ、そんな流れの中で20世紀 の、いわゆる経済モデルですね、工業製品を大量生産して、大量にばらまくっていうのが経済合理性から言って非常に、一つの、ビジネスモデルとして意味があるということで確立されたんですけど、今やそれがもう機能しなくなってるわけですよね。で、そういうビジネスモデルは少なくとも、まあ、日本ですとか欧米みたいな、町や、したところでは機能しないと。ですからそういう部分は、アジアの地域に、まあ、譲り渡していくビジネスであるかもしれないと。そう考えると我々がやっていかなければいけないのはやはり21世紀の新しい経済モデルを、さっきの話じゃないですけど、まあ、いろいろリスクあるかもしれませんけども考えて、まあ、そういうものを生み出すことにチャレンジしていくというのがいいのかなと。でそれをやる環境はさっきから申し上げているようにこれだけ恵まれた、クラウドとかコンピューターとかインターネットの、環境を整っているわけですから、まあ、そういう意味から言うと、まあ、絶好のチャンスでもあるというふうに思います。それで、まあ、私がさっきアレックスという会社を起こしたというお話をしたんですけども、で今私がやり始めておりますのは、インターネット上にですね、一つのプラットフォームを作りまして、アレクシャスという名前を付けておりますけども、で、さっきから申し上げているクラウドですとかインターネットの力をとにかくフル活用して、メイドインジャパンですとかメイドバイジャパニーズを世界にどんどんそのデビューさせていくっていうことなんですね。で、インターネットの本質っていうのはたくさんあって、さっき申し上げたように一つは数だったり、あるいはその群衆の英知といいますか、たくさんのインターネットにつながっている大勢の人たちの力を、オープンになるべく借りるようにするですとか、いろんなそのあるいはスピードですとか、インターネットの本質っていうのがあるんですけども、私の見方はインターネットの一つの本質っていうのは、ローカルのものですとか、マイノリティのものを、一夜にしてメジャーデビューさせる、そういう力を持ったインフラであるっていうふうにも思いますんで、例えばスーザン・ボイルっていうイギリスの田舎 の歌のうまいおばさんが、一夜にして世界歌手になったのは、YouTube ですとか、インターネットがあったからですよね。でそういう事例っていうのは、枚挙にいとまがなくて、ですからそういうその今非常に、頑張ってるんだけども誰にも知られないで、在野にうずもれてるような、日本人あるいはその人がやってるチャレンジ、その人が生み出した、
プロダクツを、まあ、私どものアレクシアスというステージですね、こういうステージをイメージして、最初オーディトリアムっていうのを概念で作ったんですけども、このステージの上に上がってもらって、それで一気に世界デビューしていくというような、まあ、そういう概念でこのサイトをスタートしております。今日はですね、実はちょっとデモをお見せしたかったんですけども、この設営の関係で操作ができないので、ちらっとだけサイトに飛んでいただいていいですか。イメージだけお見せしますけども、でそのアレクシアスっていう左上のロゴをクリックしていただけますか。まあ、今最初に出たのが雑誌の表紙みたいなイメージなんですけども、そこからまあ、これはプロダクツの方に入っていくとですね、まあ、我々が今セレクトショップのような形で、まあ、何らかの形で日本人がいろんなこだわりですとか、まあ、イノベーションですとかを生み出しながら作っているような、まあ、そういう面白いもので、まだあんまり海外に知られてないようなものをですね、見つけ出してきて、でここから世界にデビューさせていくっていうことをやり始めてます。で同時にこれは単なるその e コマース物販 のプラットフォームとして作っているわけではなくって、私が一番やりたいのは、さっき古川さんのお話もありましたけども、今まで未だかつてなかった、もちろんテレビでも新聞でも紙メディアでもない新しい日本を世界に発信して紹介していく全く新しい、まあ、メディアですね、そういうものを最終的には作っていって、でそこではこういうものも買えるし、あるいは動画のようなコンテンツを見ることもできるし、もちろん世界中の人とコミュニケーションすることができるような、まあ、そういう、まあ、プラットフォームを作っていくことを、まあ、目指してこういう活動を始めてます。でこれどっかクリックしていただくと商品に行くんですけども、まあ、ここは商品を見ていただく、まあ、売り場になってまして、ここで、まあ、e コマースになってますんで、 Amazon と同じようにまあ、カートに物を入れていただくと、もうどんどんペイパルの決済を今採用してますけども、すぐに物を買っていただくことができるというような形になっておりまして、その一番上 のナビゲーションバーにクリエイターっていうのがあると思うんですけど、それちょっとで、さっき申し上げたように、私が一番興味あるのは、今日 の朝さっきお話しされた3人 の方々ですね。非常にやっぱり素晴らしいことをやっておられる日本人っていうのはたくさん改めていらっしゃるもんだなと思ったんですけど、ただ残念ながら私は今日この会場に来るまで藤野さんのことも成川さんのことも存じ上げなかったんですよね。だけどあれだけすごいことを、まあ、早部さんのことはもちろん知ってましたけども、すごい日本人はたくさんいて、私がこの仕事を始めて、まあ、日本全国いろんなところを、まあ、人と出会うために行くわけですけども、やっぱりそれこそもう日本の侍といいますか、ものすごいこだわりでですね、新しいチャレンジをしている方っていうのはたくさんいらっしゃいますし、それこそスティーブ・ジョブズみたいな人っていうのは日本の中にたくさんいるんですけども、残念ながら情報発信能力がなくて、あるいはグローバルにその人をデビューさせるようなそういう出会いがなくてですね、まあ、そのまんまロングテールに埋もれてるっていうような状況がたくさんあるように思ってまして、まあ、それが最初の仮説なんですけども、そういうものをとにかく掘り起こしてきて、このオーディトリアムステージのアレクシアスというステージの上に乗せたら世界に出ていくという流れを早く作っていきたいなと思っております。じゃあプレゼン資料の方に戻っていただきます。時間がだいぶ超過してしまいましたので、もう30秒ぐらいで終わるんですけども、で、まあ、ここにまとめたようなことが、まあ、私なりに考えたこれから のさっき申し上げた21世紀型の、まあ、ビジネスモデルをクリエイトして新しい経済モデルを生み出していくような時の、まあ、基本スタンスになるんじゃないかなと思って書いたものです。会社のホームページにも載せてるんですけど。ということで、ちょっと時間が伸びてしまいましたけども、とにかく私が今日改めて最後に皆さんにとシェアしたいメッセージは、まあ、我々一人一人がとにかく今回 の震災で、まあ、国も頼れない、大企業も頼れない、今まで日本人っていうのは、まあ、課題をずっと先延ばししてきたり、見て見ないふりをしてきたっていうようなことがですね、一気にまあ露見したとも言えるわけで、これからはですね、やっぱり自分の頭で考えて自分のアジェンダで行動するっていうことを日本人一人一人が本当にやっていかなければいけないと思っていて、で私は私なりにさっき申し上げたようなちょっと触りしか話せませんでしたけどもことを始めてますけども、それが日本を変えていくことにつながればいいなと。そうなればまあ、将来は本当に明るい将来が、さっきのバラ色の未来が
待ってるだろうというふうに思っております。どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。